おはようございます。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、僕がずっと欲しかったあるものを、ついにですね、海外から取り寄せて自宅に届きましたので、それを皆さんにご紹介したいなと思って、動画を作りました。ですね、まだ箱に入ってるんですけど、あのスイスの楽器屋さんで注文したんで、まあ今コロナの影響もあってか届くまでに2週間半ぐらい待っていたんですが、今日ついにようやく届きまして、これを皆さんと一緒に開封したいと思います。何かと言いますと、これはですね、僕が知っている限りで一番小さいイングリッシュホルンのケースです。これをもう3年ぐらい前ですけれど、ある方が持ってるのを見て、なんだそれはって僕は思ってですね、当時イングリッシュホルンすら持っていませんでしたけれども、絶対このケース欲しい、もうこのケースを使うためにイングリッシュホルン買いたいぐらい、僕はこれに感動しまして、ついにイングリッシュホルンも買いましたし、ケースもついに念願のものが手に入ったということで、皆さんにお見せしたいと思います。ということで開封の儀スタート。ところで今回からですね、胸元にピンマイクをつけて喋ってるので、前回までの動画と比べて格段に僕の声が聞き取りやすくなったんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。僕自身がですね、今までの動画ずっと喋ってて、なんでこんな大きな声喋ってるのに全然聞き取れないんだろうって思ってたんですけど、ピンマイクをつけたら声が入るようになりました。はい、ということで、開封しますけれども、今ふっと気づいたんですけどね、これ全然この中身と関係ない段ボールなんですよね。なんかこれ多分メディカルなものなんですけど、医療関係の道具の段ボールで、結構梱包が適当。それから、カッターもですね、ちょいちょいこうやって登場するものも大声に関連しているものですけれども、これまあ日本ではレパックっていう名前で知られているカッターですけど、これ本当の名前はですね、デルフィンっていうドイツのですね、これでリードの先端とか削るとすごいいいんですけど、黒いデルフィンはこれはドイツで買いました。開けていきますけれども、これは一緒に切っちゃっていいかな、大丈夫だよね。僕の住所がバレちゃうので軽くして、よし、はい、はい、お、もう早速もう姿が見えていますけれども、あら、ちょっと待ってくださいね。僕のよ思ってるこのブランドはですね、なんかマーカス・ボナっていうね、皆さんも知ってる MB っていうブランドありますけれど、のケースなんですけれど、マーカス・ボナって昔ちっちゃいマークがついてたんですよ。それが一番かっこいいと思うんですよ。で、今ワッペンみたいなのになってるんですよ。 MB のワッペンみたいなのが変わっちゃってまして、でそれがあんまり正直かっこよくないんですよね。なんかホルンみたいなマークで、なんかね、自分がホルンやってんだったらいいんだけど、オーボエなのにホルンのマークならちょっとあんまかっこよくないので、逆にいいと思って、なんですけど、今ちょっとふっと浮いてる文字を見たらですね、僕ネットで見た時、その初期のかっこいいマークのやつが写真に載ってて、あ、それ買えんだったらいいなと思ったんですけど、今ふと見たらですね、ワッペンどころか、なんかこの楽器店のマークがついてるような気がして、初期のかっこいいマークだったらいいんですが、どうかな。開けます。絶対違う、だってもう見えてるもんあらー、違うわー、これですよ、これ、ここの楽器店のマークなんですよ。これオーパスっていうの、こんな感じですですけど、はい、あ、でもスイスのマークも入ってかっこいいですよね。なんか写真と違うんですけど、まあ、いや、かっこいいかな。うん、満足。よし、ケースを見ていきましょうね。なんか違うもの出てるかな。よし、全部出した。しょー、
はい、おーおーおー、かっこいいじゃないですか。オーパス、いいですね。うん、思ってたものとは違うけどかっこいいです。はい、こんな感じでね、僕のあの手の大きさと比べてもしょうがないのが、クマちゃんと比べてもわかりやすいですね。ほら、ちっちゃいです。ちっちゃい、ちっちゃい、よし、こんくらいの、ちっちゃいな。こんな感じです。はい、では早速中を見ていきましょう。こっちですね。こう見た感じ、ここにあのマーカスボーナーのマークついてて、これ多分中にショルダーのベルトついてるんだと思うんですけど、ここに肩掛けもできるんですね。で、ここに持ち手がついてる、こういう感じで持つことができます。で、ポケットが2つ、2段あって、上は多分小物入れですね。じゃあ下から開けていきましょう。はい、いや、かっこいい、かっこいい。オープン。お、鉛筆が入ってる。はい、ベルトですね。まあこれ、あの中の内装自体はマーカスボナのケースを知ってる人だったらおなじみの感じですけれど、これは、あ、おー、マーカスボナのネームタグがついてます。それから、これはこの僕が注文した楽器店応募 CH、 これスイスのね、鉛筆2つもついてます。はい、これで、まあ、これ干渉、干渉じゃない、乾燥剤がついて、あ、ここに鉛筆を2本入れるやつついてます。で、じゃあこれから楽器を入れていきましょうか。まずはじゃあベルから入れていきます。ベルはここに入れます。ここにね、出っ張りがあるんで、それをこのジョイントに合わせて、はい、次下管入れます。下管はこう上ですね、上のここに入れて、多分なんですけど、これキャップをしたまんまだと入りません。これは気づいてた、買う前から写真見て。はい、これで上管が入りました。あ、じゃあ下管が入りました。はい、上管も同様にキャップは残念ながらできません。なのでコルクグリス塗る人はしまうときにはきちんとティッシュで拭かないとここが汚れます。はい、入れます。ここにこの尖ってるのがですね、当たるってことが分かりましたけど、まあ当たんないようにこれちょっとやればいいけど、まあ僕すっごい細かいとこ気になるんで、別に当たったかって言って別に大して傷なんかつかないんですけど、まあずっと使ってたら傷がつくかも、ここに。それすごい僕絶対嫌なんで、そのうちなんとか当たらないように僕はいろいろ手を加えると思いますけれど、はい。あ、でも大丈夫ですね。だからこうやってやればいいんですよ。こうやってやって、そしたら絶対当たんないし、これ閉まるでしょ。うん。これもしかして、蓋したまんまでも入るかな、無理やり入れたら。あ、入んないか。うん。それは入んない。こう入れて、こんな感じで。入りました。でですね、もう買う前から分かってたんですけど、ので延長管がついているので、入れたいんですが、入れる場所は、ありません。まあこれは買う前から分かってた。うん、まあ別にこれだけね、別のケースに入れるのでいいかなと思っていたんで。でもところで、ちょっとここでね、下にね結構スペースが空いてるんですよ。ここに入らないかなって今ふと思ったんですけど、なんか布にくるんでここに入んないかなと思うんですけど、あー、うん、布にくるんだら入んないですね。ちょっと当たる。うん、閉めましょう。これ受けてね。うん、はい、閉めました。もしね、僕み、まあ大丈夫だけど、これね、閉めないでこう持ち上げたりすると楽器がパラーンって出ちゃうんで気をつけましょう。例えば僕だったらここにあの南京錠みたいなのをねつけて、南京錠を閉めるところまでで初めてこのケースを持ち上げるみたいな習慣づけをするといいかもしれない。うん、
しょう。で、上まだ見てなかったですね。上を開けます。はい、おお、あ、シンプル、何にもないですね。本当にただの空間ですね。なんかちょっとした空間。ここにあれ入れましょう。スワブね。スワブ今ちょっと手元にないですけど、スワブ入れて、メトロノームとかチューナーとか入れて、まあ、ここにローウェイ延長側をね、なんかこううまいことケースに入れてもいいけど、ちょっと膨らむんですよね。うん。ちょっと膨らむから、僕はなんか違うケースをスワベッド作ろうかな。と思います。で、ボーカルのケース、ボーカル入れる場所は、さっき僕は鉛筆入れる場所って言ったとこがボーカル入れる場所だったんですね。ここに2個入ります。あ、でもなんかあれだな、ちょっと待ってね。この皮が硬い、まあそのうち柔らかくなるけども、皮が硬いんで先端をちょっと入れるくらいにしとくか、あるいはこのコルクの側から入れる。うん、無理だ。こっち側は反対側から入れる。よいしょ、うん、先端が弱いんであんまちょっとやだな、なんか、うん、僕はすごい細かいところまで気になる。こういう感じで入れまして、うん、あ、でも綺麗ですね。うん、収まってるって感じ。あとはまあこのケースのこの蓋はこう離したら閉まる感じなんで、両手でしっかり、今みたいに片手でやってると結構大変。はい、閉めまして、持つときはこう縦に持つってことですね。うん、かっこいいですね。かっこいいし、小さいし、うん、いい、うん、すごく気に入りました。このマークが思ってたのと違ったところも含めて、うん、気に入りました。うん、いいね。はい、ということで、この新しいイングリッシュオールのケースの、開封とファーストインプレッションを皆さんと、共有させていただきました。今ベルトもつけてみて、こんな感じで肩にかけて運ぶこともできます。うん、とてもいい、とてもシックで、うん、いいですね。ちっちゃいですね、やっぱり。ほら、これにイングリッシュホルン入ってるなんて全然思いもしないですね。気に入りました。はい、ということで、今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。